ということで始まりました、リアトストレッチ、今日も元気にいってみよう。ということで、愛してる大好きありがとうの言葉を使っていきます。はい、愛してる大好きありがとうの言葉を使ってストレッチをする素敵なストレッチです。今日もご参加いただきありがとうございます。あのライブでね、ご覧いただけない方はぜひこの後からね、これを見ながらやっていただければなと思います。さあ今日はね、あのちょっとね、さあご参加いただき大丈夫でしょうか。コメントね、サクッとお書きいただけるとありがとうございます。よろしいかなと思います。ありがとうストレッチ、今日も元気にいってみよう、でございます。今日ね、あのせっかくですから、うん、投資でね、止めずにガーっていく感じを一回やってみたいと思います。あやさん、おはようございます。ちょっと雨やね、今日はね。雨でもいいです、晴れでもいいですお天気さんがね、いろいろでございますけれども、いろいろですけれどもね、確実に春でございますから、私はもう喜んでおります。はい、では今日は投資で、する流していく感じでやっていきたいと思います。なぜなら、流してやればですね、流してやるともう10分ぐらいで、15分ぐらいで終わると思いますので、これをダーッといく方向でやってみたいと思います。さあ、それではまずはですね、ビフォーアフターはチェックしますので、ビフォーのチェックです。足を伸ばして長座ポジションですね、長座ポジションで手を前に出します。ただつま先グッと行っていただいて、この辺どうかなっていう手の位置ね、今日の手の位置とか背中の感じとか、お膝の隙間とかね、ももの張り具合をまず目視でもいいですしチェックしてください。で、膝の下、ここの隙間どんな感じかなっていうのはチェックしてください。はい、それが OK で、これがね、あの終わった後にまたチェックします。チェックすると違いが出てきますので、この違いを感じていただくとですね、継続につながります。ストレッチはね、1回だけではボディに変化はそんなに出ないね、あの出たとしてもまた消えちゃいやすいので、継続して行うことでしっかりボディが変わってきますので、やっていきましょう。はい、ということで、さあおはようございます。あ、花さんおはようございます。今日ね、ちょっとね、通しでザーッと流していきます。ですのでノンストップで右足全体いきたいと思います。これでまあそんなに長い時間かかんないよっていうことをね、お伝えしたいと思います。覚えてないお友達はね、まだこの動きを覚えてないお友達は、他の動画をですね、今までやってきている動画をご覧いただいて、ちょっと確認しつつやっていただければと思います。慣れているお友達は今日は通しでダーッとね、右足行ってみたいと思います。はい、では、ありがとうストレッチ通しバージョン、右足行ってみよう。はい、では左足の上に右足を乗っけました。指を横に開いて縦振りに振ります。愛してる大好きありがとうの言葉を、2回言うと2カウント、2カウントで8カウント。ちょっともう一回言うね。はい、では右足バージョン行ってみよう。はい、愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うと8カウント。それ1セット。で、2セットの時は2セットってお声掛け、1モアセットでお声掛けさせていただきます。はい、では右足、左足を右足の上に置きました。指を横に開いて縦に振るところからいきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。手と足を握手します。足の甲の上の方を持ちます。足先ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好きありがとう。ちょっとひまず上側、ちょっと下側を持ってねじります。足先ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。くるぶしをがっつり持って振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、
愛してる大好きありがとう。足先ね、回します。お膝ちょっと上げてもいいです。せーの、愛してる大好きありがとう。笑顔でね、愛してる大好き。反対回し、せーの、愛してる大好き。肘も大きく、上半身使って、愛してる大好き、ナイス。はい、出た手の握手を外しました。くるぶし持って振ります。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。足だけ振り、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き三遊、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。ナイスです。いいです。はい、いいです。ここは入れる。はい、ふくらはぎ左、右足さん倒しました。ふくらはぎ、キュウリの塩もみ、せーの、愛してる大好き。体重乗っけながら、はい、愛してる大好き、ナイス。はい、膝のちょっと上、結界さん、せーの、愛してる大好き、ありがとう。体重かけて、ぐいぐいほぐして、ありがとう。内ももさん、せーの、愛してる大好き、ありがとう。全面的にやって、愛してる大好き、ありがとう。両方のお膝を反対側に倒します。右足さんのふくらはぎ外側も見ます。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。はい、ではまたお膝をひっくり返して、右足さん立てて、ふくらはぎ下側親指でも見ます。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。膝下ゴリゴリ、膝の下、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、膝周りゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。右足さんお膝を伸ばして、もも上グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。土踏まず、お膝を内側に入れて、もも横グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、笑顔でワンモーセット、ここ念入りに、大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。はい、では左足さんのくるぶしを乗っけて、くるぶししごき、せーの、愛してる大好きありがとう。ボディも使ってありがとう。もう愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。お膝を立てます。ももの裏側グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる、両方の指でやってますよ。もも内、ゆさゆさ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、もも外、ゆさゆさ、愛してる、あ、大好きありがとう。愛してる大好きナイス。膝裏グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。膝下ブラブラ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ちょっと下にずらして、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、もうちょっとずらして、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。はい、右足さんを後ろ、左足さんが前、マーメイド。はい、腰骨の横をスルッと落としたところをグイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ワンモーセット。はい、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、笑顔でナイス。骨盤転がし、背筋を伸ばして、左手は左膝の上とこ、右手さんお尻ぺた、後ろから、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、盛大に。ママ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。骨盤ねじり、背筋を伸ばして、腰骨を持って回します。せーの、愛してる大好き、ありがとう。盛大に、愛してる大好き。ワンワンセット、はい。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。いいです。丸。ここまでで右足量、いいです。はい、ありがとうございます。はい、では水分取ってください。おお、ね、ざーっといくとこの流れでですね、意外とそんな時間かかんないですよ。これをまあ反復ですね。はい、では水分取ってください。うん。ごめん、前屈チェック。ここで、必ず片足終わったらチェックしてみてください。はい、右手です。はい、つま先、キュッ。はい、シーさんの背中の位置もだいぶ落ちてまいりました。
はい、左手さんはまだこんな感じ。右手さんは結構かかとの方までいってます。で、右のお膝さんの裏が隙間が減ってます。左足さんはまだあります。右足さんのももがね、ベタっとなってます。左足さんはまだ丸っこい感じ。さあ、ボディの変化ありましたら、ちょっとコメントお書きください。おー、ね、説明もね、説明はまあ、ゆっくりバージョンでやるときとね、さあ、さらっとバージョンでいくときとちょっとやっていきたいなと今回思っております。だいぶ皆さん慣れていただいたのでね。はい、ではボディの変化にね、ご自分で気づいたらちゃんとコメントなんかも入れていただいて、あと終わったときはいつもいいですを入れてください。はい、それがいいと思います。さあ、いかがでしょうか。ということで、水分お取りいただいたら、左足さん早速行ってですね、もう流れで覚えていただくと、まあ、シスターの音声だけとかね、やればいいのか。音声だけじゃダメか。まあでも、いつもね、動画を開くのも面倒くさい場合は、音声だけでもお届けできれば、それをみんなね、やる。あ、伸びましたね、花さん。よかったです。音声をがかかったらもうやるみたいな感じでやっていただければいいなと思います。さあ、それでは左足さん行きましょう。左足さん行ってみよう。では今の流れでね、右足さん とやることはほぼ一緒でございます。最後に両足骨盤転がしが入るのと、途中で両手両足振りのチャレンジタイムが入ります。それだけ。はい、では左足さん行ってみよう。左足さん、右足さんの上に左足さんを乗っけます。指から、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、大好き、お隣、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣じゃない。指をぐさっと刺して足の甲をつかみます。足先ねじり、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、ナイス。土踏まずの下側を持って、足先ねじり、せーの、愛してる、ねじって、ありがとう、ボディも使って、ありがとう。はい、くるぶしを持って足振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、盛大にくるぶし、足首回します、せーの、愛してる、大好き、ボディごと、ありがとう、はい、愛してる、大好き、反対回し、はい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。足振り、手を外して足振り、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、では両手両足振り、ここでチャレンジタイム。両足、背筋を伸ばしてボディを倒して、両足上げて両手どうぞ、愛してる、大好き、ありがとう、盛大にどうわませた、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、チョキンのポーズでキープ、チョキン、アシスタもだいぶ復活、はい、ありがとうございます。左足さん、ふくらはぎを下に置いて、右足さんが後ろ、はい、ふくらはぎ、キュウリの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、膝のちょっと上、結界さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、内ももさん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お膝をひっくり返して、左足さん、外側ふくらはぎ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。はい、ではお膝を立てて、左足さん、ふくらはぎ下側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。膝、お膝周りゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お膝を伸ばしてもも上グイグイ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。つま先、お膝、内側、もも横グイグイ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモアセット、はい、愛してる、大好き、ここ念入りに、はい、愛してる、大好き、ナイス。はい、では右足さんのくるぶしを
を乗っけてくるぶしシゴキーせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス。はい、ではその足お膝を立ててもも裏ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きもも内ゆさゆさ愛してる大好きありがとうがっつり掴んで愛してる大好きもも外ゆさゆさ愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝裏ぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス。はい、この足は後ろマーメイド座り右足前左足後ろ、はい、もも横ぐいぐい、左の腰骨から落としたところせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエイト。はい、愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス。骨盤転がし右手さんの右膝を右手の後ろ左手さんお尻ペタ後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう回せた愛してる大好き盛大に。はい、愛してる大好きナイス。背筋を伸ばして骨盤ねじり右手まっすぐせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上回せた。はい、愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス。いいです。では両足骨盤転がしはマットを二重にしていただいて、足を 両足腰肩幅ぐらいに開きます。背筋を伸ばします。で肩幅で足踏ん張ったら背中を丸めて愛してる大好きどうぞありがとう。はい、愛してる大好きありがとう。ワンモアセット愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね。背筋を伸ばして骨盤クイックせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス。ということでいいです、いいですポーズ。はい、皆さんご一緒に素晴らしい。スルッと終わりますよ。いい感じ。さあ、ごめんごめん。足のチェックです。左足さんどうぞ。おー、いいです。とってもいいです。シスターもかかとの方まで指が行きました。背中はバッチリ倒れました。右足さんももう両方やってるからこんな感じ。さあ、お膝の裏の隙間どうでしょう。シスターの左足さんも落ちました。ももも少しダランとなった感じしてます。いいです。ありがとうございます。さあ、変化いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、意外とさらっと終わりましたでしょ。はい、ご自分の変化、そして水分取ってみてください。まあ順番ね、うん、順番覚えちゃえば本当に片足3分ぐらいでいけてるんじゃないかなと思います。何しろですね、継続が重要ですから、長時間かかってなんかじっくりやるっていうよりもさらっとやって毎日やるじっくりやって毎日なかなかできないじゃない。それをさらっと毎日やるっていうことが重要、可能だったら朝晩やるみたいなね感じ。長く朝だけやるとか、一日おきにやるっていうことよりも、さらっと毎朝あるいは毎朝晩やるみたいな感じでボディが変わってきますからね、習慣に入れていただけたらと思います。はい、いかがでしょうか。あ、左も伸びましたね。花さん、よかったです。ありがとうございます。さあ、ということで、シスターの告知タイム。シスターの公演、こちらです。あれ？そうだ、ライパっていう公演もあるんですけど。3月13日にシスターの、スタジオエヴァという新宿区新大久保のスタジオエヴァで、私の東京マイムカレッジの生徒さんやね、お友達のパフォーマーなどが出演するライパという公演がございます。それ3月13日の、17時半、夕方5時半からはリアルで見れます。で、14時からは午後2時です。2時からは配信で見れますので、そちらも楽しみにしてください。そしてその後の公演がこちらですね。いいですビデオ上映会、ボリューム1、ひろみの日の字、スーパーパントマイム伝道師、シスターひろみの東京マイム研究所
での終了公演のビデオ上映&トーク、いやー楽しみですね。シスターの先生でありました並木孝雄先生のね、コメントなんかもちらっと見れるかもっていう感じでございますので、ぜひ楽しみにしていただいたらと思います。あ、もう花さんさらっと継続してください。それで人生、ボディが変わって人生が変わりますので、はい、ということでこちらもお楽しみにしてください。3月26日土曜日14時と18時です。スタジオエヴァでやってます。はい、ということでいいですね、こんな感じで、良い感じで今日も一日お過ごしください。明日もあります。ちょっと早すぎたかな、どうですか花さん、いかがですか、この流れ、なんつうか、ちょっと忙しいかなまあ、いつもはね説明加えながらこうねやっておりますけれども、今日は通しでさらっとやる感じで流しっていう長い、あの丁寧じゃないってわけではございませんよ。さらっといく感じで通しでやってましたよろしいでしょうか。まあ、あのたまにねしっかり説明するときとかさらっと、あ、こんな流れいいですか、 ありがとうございます花さん、ありがとうございますね、さらっと流れで覚えていくっていうのもいいよね。覚えていけばご自分でもねできるようになると思います。まあ、詳しく説明するときもたまには入れつつ、さらっといく感じもやりつつって感じでいきたいと思います。はい、ということで今週は、この後水木金、今日火曜日、水木金まではしっかり、毎日あります。で来週の予定はまた金曜日にアップしますので楽しみにしておいてください。はい、ということで今日も頑張った自分とみんなに拍手、ありがとうございます、とってもいいです、皆様とってもいいです、ありがとうございます。さあ、それでは今日も素晴らしいチューズデーをお過ごしください。